楽しいトークが進む中、ヤグッチャンとハルキ、デパペペは同い年同士の組み合わせということが発覚。あれ戦隊もん何でした？フラッシュマン。何ですかフラッシュマン？フラッシュマン知りません。うちらは、ゴーグル5。ゴーグル 5？ サンバルカンとかで。あ、サンバルカン。一人より二人の方がいいでしょ。わかんない。もっといっともいっすごい今一人ですよ一人。イーグルとかシャークとかでしょ。そう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 、サンバルカン。で、そしてゴレンジャーでしょ。ゴレンジャー。であとシャリバン、シャイダー、シャイダー、ギャバン、ギャバン、アバヨナミルギャバンでしょ。いやそれは分かる。言ったじゃん。いや面白いわ。そうか、そうちょうどギャップ分かる分かる、うん、合わないですよね。こっちの常識やと思っても。ああ、そうかそうかそうか。そうだからほら乙女塾とか行っても結構パカーンとかするじゃん。分かんないですね。乙女塾で何ですか。いや僕も分からない。なんで俺から私は。2人はどういう出会いで。まあ、その、うん、ライブハウスで知り合ったんですよ。え、彼と出会ったのはいくつの時ですか。24ぐらいかな。ですね、僕18でしたから、18でもうそのなんだろう、こういうこれぐらいのギターの腕前はあったわけですか。あのね、小学校3年から弾いてたんですよ。そうなんですよ。小学校それはお父さんから。父親がすごいハードロック好きだから、スモーコンザボーターとか。おいおいおい。で、今度ずっと弾いとった。小3で。小3で。すごい。じゃあもう、学生時代なんかもう相当モテたでしょ、中学とか。あのね、ギター弾けたからモテるっていうのはあれ嘘や思うんですよね。あれね、あれ、どうしたデッパ、デッパどうした。やめてください。デッパあの楽器いたらかっこよくなるってのはあれ嘘ですね。え、なんでですか。あれ文化祭出てもその出た日ぐらいは盛り上がるんですよね。そこからも普通の人に戻りますからね。元の出っ歯に。最近この子がギターやりたい、はい、ギターやりたいって言ってて。ええことです。すごいね、憧れなんですよ。こうやってかっこよかって。じゃあそんなギターをですね、私今日ちょっと教えていただけたりしますか。はい、大丈夫ですか。ぜひぜひ。はい、じゃあお願いします。出す楽器のできない女、デパペペの手ほどきでヤグッチャンギタリストに。まずはどうなことから。まずはですね、はい、あのメロディーラインを弾いてもらおうと思うので、はい、ですね、何つったんやかな。何個目ですか。3、5、7個目。1、2、3、4、5、6。ここだ。ここの、はい、下から3本目の弦を、はい、まず1個押さえてもらえますか。はい。でそれをこう、そう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 、それで。なりますよそりゃ。これで。あ、これじゃあありがとうございます。ピックね、ピック。これピック。それで一回ここだ。そこですかな。ダーンって。そう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 。映画です。いいよ。はい。それを、はい、こういうリズムの中で。1、2、3、4。バーンバーンって鳴らしてもらって、3つ目の時だけダーンダーン1個下がらして、でもう一回戻る。このパターンを弾いてほしいんですよ。ダーンダーン、そこです。ダーンでもう一回戻って、これを1パターン、はい、これを繰り返してください。これは上げると変な音出ちゃいますよね。どこですか。これ上げらがこっちに移すと変な音。ずらすだけです。ずらすだけで大丈夫。はい。完璧です。おさあ、デパペペに指示したヤグちゃん、どんな演奏を聞かせてくれるのか。1、2、3、4。オーケーです。つかめです。だってなんか違う音が出るの。ここを押さえちゃってるんですかね。押さえが足んないんじゃないの。押さえが足りない。でもできてますよ、全然。ありがとうございます。うん、いいよ、この筋いいんじゃない。なんかやった方がいいって。頑張ったりしてるじゃないですか。いや大丈夫ですか。じゃあ僕もなんか入りたいです。じゃあ、今矢口さんが弾いたフレーズをハモってもらいます。はいはい。これハモりは多分醍醐味ですね、これ。多分2弦です。2弦です。
これ曲名は、曲名今決めてください。ここ、これ作ったんで。あ、じゃあカルテット。まんまじゃなくてカルテット。カルテットやろうよ。じゃあカルテット、俺たちのカルテット。俺たちかっこいい。いいですか。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあお願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、そう。なんかすごい綺麗にね演奏していただいたんで。あぐっちゃんがリードしてるセンスもなって、うん、なんかいつもと全然違うじゃないですか。なんですか。本当にやった俺いいよ。やった方がいい。やりたいです。でも本当にちょっとずつでいいんですけど、本当にギター始めようと思って。こうやってさ伴奏してくれるとさ、いや今のさキーンキーンとかってやってるだけでもすっごい気持ちいいね。うん、そうなんですよ。すごいなって思う。なんか今の伴奏した MD 欲しいよね。欲しい。それ合わせて家で聴いて。欲しい。あとみんなであそこ行こうよ。お。四ツ谷のフォークソングバー。